大谷翔平日本人史上初の打点王を取りました。これが一番騒がれなかったという事実。トリプルスリーもそうだけど打点王に対してのスルーっぷりやばいやろ。本塁打王だけ格が違うから。三冠全部日本人が取ったんだよな。だってランナーのおかげやし。まあそれはそうなんやけどさ。大谷さんって凄すぎてもう逆に凄くないって思われてるよな。それよりも一番打者で打点王が数十年ぶりで珍しいって見た。オリックス時代に一番で打点王取ってたよな一郎も。2年連続リーグまたいでの本塁打王が衝撃的すぎた。打者千年の今年が三冠王取れた最後のチャンスだったかもしれん。シーズン最後のロッキーズ戦で打てなかったんが悔やまれるな。一気に120打点まで伸びた時は笑ったわ。大谷ってド派手にヤバいよな。左肩の脱臼が来シーズンの打撃に影響ないことマジで祈るわ。しょうもない記録、9月終盤の大事な時期にかさ増ししただけ。終盤のパドレスとの直接対決のチャンスで打ちまくって MVP 級の活躍だったよな。あれとかなかったら地区優勝もチーム最高勝率も間違いなく逃してたと思う。レギュラーシーズンの勝率でポストシーズンのホームビジターの順番が変わるからね。全シリーズをドジャスタで開幕できたのは正直かなりでかかった。すごすぎて一つ一つの異様が目立たなくなってるんや。